はい、おはようございます。カズヤの孫です。今日もよろしくお願いします。さて、今日はですね、ショート動画の話をしてみたいと思います。まあ、いつから、7月ぐらいからだったのかな、YouTube でショート動画っていうのが始まったんですけれども、全然僕知らなかったんですね。で、なんとなくこう YouTube でこうどんな風にしたらこう、例えば再生回数にしてもチャンネル登録者数にしても増えるのかなっていうのを時々調べるんですよね。で、調べていたらショート動画っていうのに行き当たって、こうショート動画自体は収入にならないみたいなんですよ。ただ、再生されやすいっていうのがあるみたいなので、まあ試しにしてみようということで、S660 の走行シーンみたいな動画をこう消さずに残しているものがいくつかあるんですよね。で、なので新たに動画を撮影しなくてもそういったので、ショート動画簡単に作れますので試しに作ってみました。で、なんか条件があったみたいで、まあ1分未満っていうのと、タイトルにハッシュタグでショートっていうのを入れるっていうのを書いてあったので、それで作ったら、もう一つ条件があって、縦の動画じゃなきゃいけなかったらしいんですね。なので縦の動画で作り直すと、ちゃんとショート動画でパソコンからアップしても認識されたので、最初の1個か2個はちょっと失敗に終わってしまったので作り直そうと思うんですけれども、やっぱりですね、再生される回数がただただこう編集もほとんどなしにポンでアップして、サムネも作ってないんですけども、なんとなく再生される回数が普通にアップする動画よりも多いかなっていう気がするので、まあ、それがこう宣伝みたいな形になって、こう YouTube で動画を作っても結局作ったことを誰かが知ってくれないと見てくれないわけですよね。なので、自分がチャンネルここにありますよっていうのをどうやって宣伝するのかっていうのが結構難しいんですよ。なのでそれにこうショート動画っていうのが、まあ、役立つのかなっていう気がするので、まあ、しばらく何でもね、続けてみて効果がなければやめたらいいですし、飽きたらやめればいいですし、楽しければ続ければいいっていうことなので、まあ、試しにちょこちょこアップしてみようかなという気がしますね。で、要は今までそのスマホで撮影するなら横向きで撮影していたのを縦に変えればいいだけのことですよね。で、編集はパソコンのソフトでどうせ僕はしますので、編集せずにそのままアップもできるみたいなんですけども、まあせっかくなので編集してアップしようかなと思っているので、まあ10秒とか20秒の動画であれば編集も何ももう必要な部分だけ切り取ってくっつければいいだけのことなので、もうその10分もかからないですもんね。そう考えると、まあそれが宣伝になるのであれば、その再生されても収入にならないって考えるのか、それともこう宣伝することによって自分がここにいますよっていうのをアピールできるのかって考えると、アピールできるっていうのは結構大きな効果が僕はあると思っているので、まあちょこちょこショート動画作ってみようと思います。なので、まあ普段から見てくれてる方はね、ショート動画この動画見たことあるなって思われるかもしれないですけれども、まあ、そこは気にせず、ショート動画作ってるかなぐらいな形で見守ってくれると幸いですということで、最近はショート動画ちょこっとずつですけど作り始めましたっていう報告でした。カズヤの孫でした。ありがとうございます。失礼します。